実は、はい、この乗ってたクロスカウンからバイクを乗り換えようと思いまして来ました。選んだバイクはこちら、おいダックス。初めてのタンデム。ありがとうございます。ありがとうございます。怖かった。怖かった。おー、付けたもの教えてもらっていいですか。付けたものは、はい、あ、フォグランプ。フォグランプ。これ前も付けてたんですか。あ、そうです。前から映してもらいました。映してもらった。こだわりはこの。こう。うん、ちっちゃくなってるんですね。グリップヒーター。ついてる。グリップヒーター。一口でした。あ、一口ですね。あ、上になってる。あー、なるほど。ラレコとミャクミャクあ、これか。ほいほいほい。カバンはなんかあるの。あ、カバンもだから、うん、また買わないといけない。ほうほうほう。黒いやつ。できることに前の方にあるんですかね。ふるえきのマフラー。おお、いい色がすごい。男のロマンです。おフグランプと一緒にグリップヒーター使ったら電力的に結構厳しいかもしれないですけど、はい、一応ね、グリップヒーターには ICBA が入ってるので、はい、電圧が下がっちゃうとバッテリー上がらないようにグリップヒーターのリレーが作動してオフになるような感じになってて、一応点滅してお知らせするような機能になってますので、はい、後ろどうでした。後ろもなんか怖いです。はい、安定。バイクの振動が全部伝わってくる。ああ、そうそうそう。で、ギア、結構ギアじゃん。あれ、シフトか。うんうん、結構、2とか1とか、よく使うので。それはダメだ。これもタンデムもね、できるんで。ちょい狭。確かに。威力しようかな。こちらのここにボックスつけてたんでめっちゃ狭かった。ないと怖いな。あ、そっか、後ろ。止まった。煽られたらもう一回。ちょっと待って。こちらに。ありがとうございます。では、アイちゃんは、はい、ハンター株を引き続き、これと一緒に、はい、おー、クロスカブも結構軽かったですね。クロスカブも軽かったです。なんか動かしやすい。タケちゃんがダックスを軽く感じたのはなぜでしょうか。気になったのでクロスカブ110とスペックを比較してみました。重さは全く同じでダックスの方が重心が高いですが、全体的な大きさはダックスの方が一回り小さいので扱いやすかったのかもしれませんね。クロスカブありました。あ、はい、ありました。あ、そうなんですね。あ、
ガソリン入れるときセンタースタンド立ててたんですか？あ、そうなんです。基本センタースタンドで。普段もずっとセンターで。あ、そうなんや。なんか、全然知識ないですけど、なんか、この1本だけだったらここのことなんだ。確かに確かに。下にプレートとかつけた方がいいかも。あ、あ、ここに。そうですね。はい、ありがとうございます。便利。3個ちっちゃい。あ、この子3個めっちゃちっちゃい。航続距離も気になったので比較してみました。ダックスとクロス株は 0.3 リットルしか差がありませんが、燃費がイーブン、航続距離は 30km 近く変わります。モンキーは航続距離かなり長いですね。グロムも同じぐらいでした。どうですか、大丈夫ですよ。大丈夫だったよ。いや、言うたやつ。俺、どうしても言う。丸太投げてたから。ちょっと思ったの違うでしょ。違ったから。手放した理由は分かったから。反対のという感じだよね。まだ3回じゃないです。そうよ。こんなんや、何も食べるから。マルタ号、マルタ号は何や。マルタ号怖いですね。マルちゃん、マルちゃん怖い。でも満足、はい。見た目マルタなんだ。気にならず、はい、マルタはちょっと死んでいいですか。一応ゲルザム引こうとしてるかもわかんないけど、意味はなかった。先輩として同じ回路を取って、俺も考えて原作ついたけど、あんま意味なかった。あんまり変わらんかった。こいつ、殴られたで。そいつだけないんだ。このバイク、そいつだけ1万引くまんやん。いろいろクッションカバーとかできるけど、どれも効果ないだし。